ホームチャンネル。はい、こちら和楽遊園の男風呂、今から入りたいと思います。中はこんな感じです。禁断の男風呂。さあ、ここが脱衣所となってまして、カゴが8個ですね。ゴミ箱があり、仕分けしの湯衣装って書いてありますね。これ後でまあストック画面で見てください。で、さっきの入湯税なんていうのもありますね。栃木県那須塩原町で、ここにちょっとドライヤーとか洗面所がありまして、でですね、ここが浴室です。こんな感じでまず3つ洗い場があります。1、2、3で、石鹸がありまして、ケロリン桶がありますね。昭和の感じで、お風呂がこんな感じでありまして、向こう側がほんまにですね、この向こう側。そして夜の露天風呂です。なんか夜はですね、足元が滑るっていうことで、基本的に夜は露天は使わない方がいいっていうことが言われました。滑りますので、岩場の多分ぬめってる感じもあるかもしれないのでですね、気をつけていきましょうか。もうここがもうお風呂みたいですよ。ここ気をつけてくださいね。まあちょっと暗いんで、ここ危ないっすよ。よいしょ。で、女性はですね、向こうから歩いてぐーっと来て、ここの露店に入る感じになります。これまた明日朝昼の動画で詳しくこの露店の撮りますんで、今ちょっと暗くて見えませんけど、あそこにちょっと観音様みたいな見える、ちょっと夜なんで見えないと思いますけど、また朝の動画で見せたいと思います。で、ここは一応外の露天だけは混浴なんですよ。でも女性がいると、まあこの男湯もそうなんですけど、中から光が入ってる、ついてると、これ外にいてもまあ見えちゃうんで、まあ全部はなんか混浴みたいな感じですよね。目で見えちゃうって範囲では。だからまあ本当にまあ男性もそうですけど、女性に裸を見られたくない方はですね、夜は完全に入らない方がいいと思います。見えちゃいますからね、こういう感じで。ではそんな感じで、また興味がある方は昼の動画を見てください。昼の露天風呂を映しますから、またリンク貼っておきますんで、他のその他の動画で見てください。以上、和楽遊園の夜の男湯と露天風呂からでした。